なんでうち買わなかったって言われてんだよ。言われたんだ、後からだいぶよ、経ってから。だってあんなうち350万で買ったらすぐダメになっちゃうんじゃないのって。うん、だって土台だってコンクリは打ったけど鉄筋入ってないし、ね、うん、深くやってないしってほら。で、中、もうやってないわけだろ、うん、土のままだろ、うん、ほら、田んぼをさ、ビニールを敷いて、埋め立てやって、その上に建てるわけだよ。うん、あんな、うち言ったらビニールが破けたら、地盤沈下はするだろうし、うん、ね、うん、で、土台は鉄筋入ってないし、穴もすぐ、あれじゃ、うち傾いてくんじゃないのって。あんなうち買えるわけねえだろうって。買う人が作ってるとか知らないから、ほら。うん。